はい。というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭、スパチャワー、大歓迎、パーカッションのワークショップやっていきます。高文がお送りします。よろしくお願いします。まあ、セッションにおいては、ミスったからといって死ぬわけじゃないじゃないですか。だからもうね、あの、やったもん勝ちっていうか、で、まあ、ミスっちゃったらミスっちゃったで、あ全然思うようにいかなかったな、つったら、まあ、ちょっと反省して、えー、また次、次、次っていう感じでいいかなと思います。その、ああ、ソロ怖いなって思っちゃうのが一番、 の弊害というかソロに対して自分がビビってしまうようになると悪循環ですよねあ。早く俺のソロ来ないかなっていうぐらいがちょうどいいっていうかえ行っていい行っていいえソロ行っていいですかみたいなちょっとこう前のめりになるぐらいの方がいいしお客様も、うん、やっぱそういうソロの方が見たくないですか。あちょっと自分 自信ないんですけどっていう人よりは、はいはいはい、やりますやりますおあ、どやっていう人の方が、おお、分かった分かったっていう感じになるかな、みたいな。最終的にはね、あの、もう自分との、自分とどう向き合うかみたいな話になってしまいます。<laughs> まあ、あのね、お金をいただいて、パフォーマンスするような立場であれば、 もちろんそれはお客様を盛り上げるとか楽しませるっていうことはあると思うんだけども単純にセッションの場ですとかそロ回しをしている場になると結局ねその自分とどう向き合うかっていうかさっき言ったように自分に対してどういう制約を設けてそれをどう突破するのかっていう自分にハードルを与えて自分で超えるっていうなんていうのこれ <laughs>。 自己鍛錬っていうかあ、だからね、結局まあ、関係ないっちゃ関係ないんですよ。誰がね、どう言おうと、あるいはど,どう思われようと、あミスっちゃった、なんか恥ずかしいみたいな思うのは、ちょっと、何ていうの、自意識過剰っていうか、誰も気にしてないんで。それよりかは自分に ちょっとねチャレンジを強いるというかあ今回はこれやってみようとかあるいはちょっと自分にとって難しい曲例えば「変拍子」の曲とかね表紙が難しいような曲でも「あちょっとチャレンジさせてください」っつってセッションで <laughs> やらしてください」っつって果敢にチャレンジしていくみたいなあでもそのね何か多分みんなそれぞれ傾向あると思うんですよ こうなりがちみたいな。うん、例えば、出落ちになりがちみたいなね。あるいは、なんか困ったら連打に行きがちとか。まあ、僕あるんですけど、まあ、何回かやって自分のその傾向を知って、え <laughs>、まあ、なんつうのこれ、PDCA みたいな話です。自分の傾向を知って、それに対して、えー、練習をすればいいっていう話ですよね。 リリズムやってる時位置が分からず真っ白になった場合のごまかし方ありますかえー、それはねあの分かってる風な顔で続けるですはいで分かるまでやめないはいだから間違いを間違いにしないっていう <laughs> あの技なんですけど例えばねうーんなんか 自分でポリに入っておいてあれどこ頭だっけみたいな <laughs> もうそしたらでもえ延々続けてしまうで続けながらバックを聞いてここで戻れるってところだ着地しちゃうっていうあの,のは、まあ、王道っていうかね定石ですね あなんかちょっとまずいことになったなとか、ね、あるいはわーってやってて拍が分かんないってことをまあまああると思うんですよあるいはちょっと音量が自分が叩きすぎて周りの音が聞こえなくなっちゃってあれ今どこだろうみたいな時はえー、やめないっていうのね1個 <laughs> ありですねやめずにやめちゃうと こいつロストしたなっていうのが <laughs> バレるっていうか <laughs> あミスったなっていう感じになっちゃうから続けて続けて続けて自分が確実に今帰れる戻れるってところになるまでちょっとタイミングを待つっていうかね。で,こうで着地していくと実際そのパッと渡されると大体あの <laughs> 真っ白になるじゃないですか。 普通はいきなりあんまり知ってる人がいないっていうか知ってる人誰もいないようなお店にねパッとこうセッションに参加してよしやるぞって <laughs> 基本的に緊張していると緊張している状態であ次俺のソロかなどうかなみたいなあソロきたってなると最初あ、よしこれをやってやるぜこれを叩いてやろうみたいな思っててねああってやって。 あこの後どうしようみたいなことままあるといきなりね最初からタン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 タタタンってこうオレアって入っていってもいいんだけどもタタンタタンタンタ,ンタンタンって始めてしまうともうその後に <laughs> 打つ手がなくなるっていうかあのネタ切れ状態もうそれ以上盛り上がる手札ないわ引き出しないわっていう感じになっちゃうから最初は え割と押さえたところから始めて隙間も多く作ってあげてだんだんこう盛り上がっていくようにする。でちょっとテクニックも使いつつ肉付けしていくっていうふうにやるとまあ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 おお。 いいソロだったねとなるのではないかなと思います。えー、まあ、特に、えー、ビギナー中級者の方はなんかねあの鉄板のネタをいくつかまあ、引き出しとして持っておくとあの便利っていう感じです。例えば即興でこうソロを振られたとしてもセッションでねお前ソロだってこう振られてうわえー、っとどうしようどうしようどうしようえー、っと、うん、ああソロ終わっちゃったっていうねあのなることってまあまああると思うんでこソロ振られたら もうこ,れこれは絶対やるみたいな <laughs> あの鉄板ネタを持っていくと安心っていう感じですなんかこういきなりね面白いことを言ってよって言って <laughs> それ一番困るじゃないですかある種そういう状態じゃないですかはいソロやってくださいっていうような状態ってなんかちょっとお前面白い話ないのみたいな <laughs> まあいきなり行き当たりばったりでバーって始めて さあどううしようみたいな <laughs> あのいうふうに始めてもいいんだけどなんか一個ね決めておくとあの特にビギナーというか、えー、まだちょっとソロがうまく取れませんというレベルの方であれば、えー、モチーフから始めるのがいいんじゃねえかなと僕は思いますだからこれはおすすめっていう感じこれでやるとまあまああの全体としていい感じになるあまあ書いてありますけれども一個その筋が通った感じになるっていうかね えー、統一感だったり、えー、あるいはその自分にとってのモチーフ、お決まりのフレーズみたいなのが、もし決まってしまえば、あ,あの人といえばあれだよねみたいな、その人らしいソロっていうのね、できたりするです。これちょっとね、まあ、難しい話なんだけども、あそういうのをね、えー、用意しておくと、いろいろ作りやすいんだっていうふうに思っていただければと思います。なので、えー、ビギナーの方はですね、 まあ迷ったら、ちょっとこれも自由にやってと言われたけど、ちょっとここでソロ取ってくださいって言われたけど、どうしたらいいかわかんねえって言ったら、まず1個なんかあの、モチーフ、フレーズをな,なんか一つね、タカンタみたいな、タんたでもいいんですけど、どんたたとかね、タタとみたいな、なんか1個決めておくと、あとが楽になります。はい。